お変わりください。百九十一杯目。はい、皆様こんばんは。<ー>今日はマッピンクのこのなんていうんですかねマイクのカバー。 の前でお帰りください生放送でお送りしていきたいと思いますなんかねくすんでる色のやつとかがいっぱいあるんで落ちてる <laughs> あれマウスがないあった <laughs> そうツイキャスが始まってなかったっていうね申し訳ないです始まってますよおかわりください本日は191杯目でございますなんかこのピンクが目立たないね あ <laughs> ひげのおじさんが覗いてる。きゃマジですか <laughs> まあいいや、とりあえず今日191杯目お送りしたいと思いますが、慎一郎がちょっと遅れております。かおりんは連絡がございません。ということで今日も皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。さてさて、ででん 761-fmcoza.jp 七六一アットマーク fmgoza ドット jp までお待ちしております。そうですね、怖い怖い。いやはやもう今日はすごい久しぶりのお天気で沖縄地方それも程よくあの過ごしやすい風のあるいい感じの一日でございました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ツイキャス ねあのー、スタートするの遅れましたが続々とメッセージが「トッシーさんあららがまさいがーさんタらすさんおっ天童さんこんばんはソムチャイさんではございません確かにソムチャイ帰りですけれどもね今日はねあの先週帰り際にこのソムチャイで話をしてて一番好きなのがイカのサラダだ」って言ったら今日のスペシャルに入っててね もうお腹いっぱいで <laughs> お送りしたのに入ってこいや。すいませんねこっちの事情で <laughs> なんかねのぞきに合ってる気分でしたね <laughs> <ー>怖い怖いあの人一日何回来るんでしょうねマジですか。朝は休んだのに。マジで <laughs> 朝休んだのに夜来るの <laughs> お疲れ様ですお疲れ様です宮島です今日リクエスト禁止になってるよリクエスト禁止なの今日分かんないなんかかけてもらえないみたいな感じになってなんかしんいちろうが今日遅れてきます元気元気じゃないよ本当どうにか久しぶりだよね本当久しぶりだよねひょっとしたら今年初めて会わない多分初めてだかもね 年明けからちょっと死んで軽く死んでたのでねああほ、うんとあらららら,らまあでもいろいろねまた,また宮島さんってなってますけどそうあの <laughs> 夕方モーリーのやつもちょっと出たんで何しにえいやまあもう常に僕はシアタードーナツの話し,かしますけどあ,あそうですよね、はい、今日なんか琉球大学でお話しされてきたんでチラッと見かけましたがちょっと頑張ってきましたよ疲れた多分だからね今日ずっとハイなわけ午前中からああ ブワーンってやって、そのままもう頑張るぜみたいなノリで、それを今、ここでもぶつけられているという。帰ってきて、でシアターに来たお客さんともたくさん誘惑して、うんほんで、ずっとだからテンション高いままだわけ、<laughs> でも俺明日朝、あ朝あ朝、出勤だわけ、シアター、も、ま、う、あ、普通のことなんですけど、<laughs> ちょっと、ちょっと愚痴みたいになって、<laughs> <laughs> 自分でシフト作っときながら、やばいな、きょう、寝たら起きれるかな。 そうさっきだから、うん、今、そもちゃでたけしさんと一緒でうん、うん、ステーキレボリューションの話をしてて見に来なさいよ、ステーキレボリューション10時半はきついよ。どうらさ10時半に見てランチをステーキでっていうだからどっかと動ん,んの,動のいや、組んでないですよ、コザ <laughs> ウェブにと組んで <laughs> 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 マジか <laughs> そうそう、なので難しいんですよ、だから映画の時間決めるってう,う,、ね、もう毎日頭痛いなこのプログラムっていうのは。 そう大変よで5月もねまたいろんなあるんで皆さんぜひフェイスブックとかシアタドナードーナのホームページで、はい、ぜひあのフォローしていただければなと思っております、はい、もう告知いいですかもういいですもう今日やりすぎなんですお自分でさあもう今日いいわと思ってもさっき <laughs> なのに来る目があったから <laughs> あなたと目があったから見な,き見なきゃよよかった急性石川さんと目があったから 久しぶりに今日、なんか業者さんの、この納品書にサインをしようと思って、久しぶりに石川の石まで書きかけて。危な、危なと思って。そんなことある?。どう、初めて。もう四年ぐらいになるけど、初めて。ええ、びっくりした。なんかあったわけじゃない。ない、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 大丈夫です。何事もない。ああ、やべえ、ビルのみたいな、今日も。なんか終了じゃん、雰囲気が。今日も、この後もさ、なんか。 ちょっと約束があって人に会うんですけどじゃあまだビール飲めないじゃんそう飲めないしで,すよでもう一軒は皆様飲みに来いっていうのもあってどうこう目を <laughs> そこは目を合わさないで帰ろうかっていうこれから車通りに行く途中に会うわけ絶対どうしようかなと思ってちょっと変装しようかな遠回りとかはできない遠回りうん遠回りしようかな <laughs> そこまでして <laughs> なんつって行けばあのた楽しいんでしょうけどでも明日 シフト入ってるでしょ明日は僕ドーナツ作るんですよおお。僕もたまに作るんですよマジで実はお前差し入れ持って行ったら喜ばれましたよあ本当はい。もうそんなもう旧姓石川さんに言われたら嬉しいですだってもうあなた言ったらねスイスイーツアーだからさ何ですかそれそんなあなたに食べさせてちょっと緊張しましたこちらも とんですない早くしんくちろう来ないからいやなんで俺,俺じゃいやダメなの俺じゃダメってことくど,いくどいよえ俺ももう今日の俺はひどいと思うだからさっき迷ってたんだよ実はあの間は全然気づかんかったよ<当>結構いほ割とすぐ目があったそうそうね割と目があってまあ悩んだ時間も1分ぐらいですけどね<ー> <laughs> <laughs> 久しぶりになんかこう入ってこいやっていうあまり綺麗でない言葉を使いましたねいやいやいやあの初めてだね入ってこいって言われたのあマジで、うん、だって俺勝手にいつも入るからあそうだね、うん、記憶がないからちょっと新鮮 <laughs> あれはひどかった <laughs> ありましたねそんなこともねいや実はね我々二人はもう20年ぐらいのお付き合いですよ20ちょいい20ちょいだね20 四五年そんななる？うわー時って流れるんだね。そうですよ。二十何年ですよ。はあ。な <laughs> でも今そこ遡ります。ます疲れてるな疲れてるってことねね。坂、ね、っちゃいけないよね。うそうそうそう。もうどうしましょう曲もかけなきゃいけないのにずっと喋ってるから。あ<や>そっか曲一応必ずマストんだ書けるんだ。いやそういう,いそういうわけでもないでも一人だと。うん やっぱりそんなに持たないので<ー>ただの喋り続けてしまうと、うん、まあ曲がかからない場合もあるのでまあでもリスナーにとってはさそういう時があってもいいと思う時ある,あるんじゃないでもあの、うん、みんな,つなんかスナックみたいな曲ばっかりリクエストしてくるとあいうの、まあ、嫌いじゃないけれども、うん、でもまさかこの間でもユニオンですからがここに流れたわけよ、うん、あっ音源あるんだそれ、はい、あるわけあれはちょっと面白かったよへえ今やってますっつってそう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 、うん パークアベニューに響き渡ってるのだからちょっと愉快な感じですけ <laughs> ラジオネームアララガマサイザーガーガー <laughs> 何これアララガマサイガーさんからこの二人良いコンビだな格好笑いざすありがとうございますあざす去年、ね、あのつぶろくを昨日自分の旦那さんにバリカで買ってもらったところで本当ちょっと薄いんですけどねちょっとまだらになってるんですけど、ね、あの僕もほら僕もですよ自分で二三 <laughs> <laughs> 日前にやばい小沢のロケだと思って 髪切る時間ないと思って髭を整えながらバリカンでそのままこっちの上あ帽子かぶってるのそうそうそうここだけだから <laughs> 取ったらちょっとまあまあやばい皆さん, <laughs> こ,んなこんな人ですよこ澤俺やってんの <laughs> ひでえわで最近だからさ毛もさ変な何おじいちゃんみたいにさちょろげだっけ腕毛がなんか嫌でついでにバリカンでさあの切ってるっていう <laughs> 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 さあ何なのその情報なかそないらんしんいらないよねはじめましてラジオネームトしシートシタンからこ今回あの高校卒業して、うん、新しく社会人ではなく学生さんになられて<ら>高校生なのにこの番組にはまって聞いてるわけよまずいです、ね、おかしいよね、うん、気をつけて <laughs> なんか毎週木曜日ちゃんとメッセージ送ってくれる、うん、あなんかいろいろ来てるのこれ紹介した 紹介もうみんなもう今何も言えなくなってる状態です何も言えなくてそうですもうすぐ夏ですからねそうですねということで今日1曲目早速とりあえず曲かけときましょうかね先週かけられなかった曲がいっぱい溜まってるんですが知ってるライブバージョンいろいろあるの FM コ座の音源あそうなのライブテイクっていいよねそれがね伝説の 曲かけますってスタートするの待ってたら、よかったら一緒に歌ってくださいっていうから入るっていう曲に多分なるんです、今日。あ、そうなん。でも、この曲で当たってるのかな。ちょっとわからないんですけど。え、不思議なピーチパイですよ。なんだっけ、それ。竹内マリアああ、そう、そう。ありますかね。この番組緩いね、しかし。緩るゆるだよ。ね、久しぶりだな。で、あの、関さん。あ、やばい、電話だ。ごめん。 ひでえわひでえわいや荒らすだけ荒らして出ていきやがるなんだあいつで曲準備 OK ですかじゃあんなんでしょうねあの人本当に邪魔しにまあでもね一人でやるよりかは。 おしゃべりりな人がいると助かりますね帰ったのか出て行ったのかなんだかよく分かりませんがあの静かなスタジオに戻りました新一郎はいつ来てくれるんでしょうかそうだ今日お菓子もあるんだよね関さんが先週持ってきてくれたお菓子ももちろん餅の論ですよあれ先週あったのにえっ先週聞かったんですけど <laughs> え？怪しいな。1個は1分54秒しかないですよ <coughs> それじゃない,それないフルでありましたよじゃあこれじゃないのかなあ1個は4分20秒じゃあ多分そっちでしたねしたさあテントさんお待たせいたしましたおそらくセリフから始まるであろうこの曲お送りしたいと思います竹内マリアで ライブバージョンの「不思議なピーチパイ」。 はい大変申し訳ございませんライブバージョンかと思っていましたらライブバージョンではない通常バージョンの不思議なピーチパイをお届けしてしまいましたいつかまた必ず発掘しておかけしたいと思います重ねてお詫び申し上げます <laughs> <laughs> なんか放送禁止用語言った人みたいだなねえうるさいひげメガネの人も帰っちゃいましたので多分帰ったと思います見当たらないんでねまあ忙しそうですけど忙しい っていうことは、ね、いいことです明日はなんかドーナツ作らなきゃいけないって言ってたんで皆さんお時間ありましたら是非シアタードーナツへ足をお運びください優しい告知してる <laughs> ね一応ね恩は売っとかなきゃねその方が社会を生きやすくなります <laughs> そうよそうよ というか不思議なピーチパイだったのかな何だったのかちょっ,とかなり遡って探してみようかなさあもううるさい人見なくなったので曲どんどんおかけしましょうかねそう今日ねリクエストを送ってくる隙もないぐらいあの人喋ってたんでね先週かけられなかった曲をお送りしていきたいと思いますが森高千里なぜか2曲連続できておりますがどっちがいいですかね どっちがいいですかとかと <laughs> リスナーさんに聞くっていうねまあまあでも渡らせ橋と私がおばさんになってもだったら私がおばさんになってもの方がいい気がします。はいということで独断と偏見で決めさせていたただきました先週トッシーさんからリクエストいただいておりました森高千里で「私がおばさんになっても」。 お届けしましたのは、森高千里で私がおばさんになってもでございました。今度は坊主でメガネの人が来ましたよ。<laughs> <laughs> さっきヒゲメガネが来ててですね。す急に向こう。こちらの柱の影から誰かが見てると思ってパッって目開けたひ、ね、げメガネ。<laughs> もうさささって言って電話がかかってきた。そのままいなくなっちゃいました。<laughs> 忙しそうですよね。ねすいません。遅れました。<laughs> いえいえ、お待ちしておりましたよ。 いや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 でメッセージもいろいろ届いてましてねありがとうございますねあうさぎ <laughs> <laughs>、まあ、ラジオの人には見えないですけどね <laughs> 見せませんしねで島まうた大好きさんからメールが来ておりますいつもありがとうございますお久しぶりですね奈美さんこんばんは4月も半ばとなってのラジオ今夜も楽しく拝聴しています今日仕事を終えて沖縄市一番街にある沖縄市音楽資料館音楽村でテルリン写真展を見てきました あの、うん、テルリンねテルリンテルリ,アリンスケさんですよああははははコザ独立国大統領としても有名だったし漫談家でもあり民謡歌手としても有名でした綿文章なんかキャラクターありますよねリンスケさんなんかタンクに書かれてませんしタンクにキャラクターの,の説明できないんですけど<笑><笑>指くるくる,くるくる回してるんですよ全く伝わりませんでしたよ <laughs> <laughs> ね、なんか写真展が10日から17日まで観覧、関連日では<え> <laughs> 観覧無料でしてるそうです。あゴールデンウィーク、じゃあ17日には、沖縄市中央パークアベニューで、テルリン祭が行われます、えー、お知らせまでありがとうございます。長くなったのでラジオ時間まで聞きますということです、ありがとうございます。沖縄市のの人かからしたたテリンスケさんんっていいうのはヒーローロみたいなもんですか この人沖縄市の人じゃないからね。残念ラエの人にとっては普通のおっちゃんってことですね。し <laughs> てるぐらい。<laughs> そしてトッシーさんから「皆さんこんばんは昨日は NMB48 の渡辺美幸ミルキが卒業発表しました僕の推しメンが卒業していくのは初めてで昨日泣いたしショックでした、えー、いずれ来ると分かっていてもやっぱり悲しいものですでも決まってしまったので最後まで頑張ってほしいです最後までしっかり応援したいと思いますそして HKT48 が7枚目シングル「74億分の1の君へ」 が発売でオリコン1位でした早くラジオで聞きたい,ごい FM 講座にありませんよ <laughs> <laughs>、はい、でも来週は鹿木講師と新級師の2学科が学外オリエンテーションで滋賀県に行きます一<ー>泊二日楽しみますリクエスト禁止ですがリクエストします禁止ってあたくさん曲がかけられないからもう受け付けませんって言ったんでしたっけね先週ねいははいはいはい 乃木坂46で今話したい誰かがいるお願いします長々と失礼しました今日もごちそうさまでした素晴らしいウェルですねえらいねまだ18歳ですよ <laughs> まあ泣かないで私もあのおにゃんこクラブでですね中地が卒業した時は泣きましたから <laughs> えー、泣,くやっぱ泣くほど好きだったってことですか、ね <laughs> どういうことですか、ね。わか,かりません。なんか泣いたことは覚えて。今トッシーさんもずこってやってました、ね。<laughs> そうですよ。あれなんかいいろいろあります。地震。地震。え,え何事えー、っと九州で地震？って<ー>いうか今県民シで沖縄そばやってるって。その県民シは多分2ヶ月後に沖縄で放送です。<laughs> えでも地震大丈夫ですかどうなんでしょうガクンってなったって言われても <laughs> さっきのやつねそうですあそうそうそうだからさっきのライブバージョンのやつですねもしかしたら「セプテンバー」かもしれなくてあの「よかったら一緒に歌ってください」から始まるやつ<え>新一郎がいなかった時かなあそうかもしれないまさかの曲,曲歌より先に 「歌っ,、ね、ってください」から始まる曲があって大爆笑だったわけよ。なんかそれを久しぶりに聞きたいねって先週話になったんだけど見つからない 1>, 1曲目かけたらこれじゃなかったっ。いというもう1曲ちょっと皆様私たちのわがままにお付き合いいただきたいと思いますよ。はい、では多分これでしょう「竹内まりや」で「セプテンバーライブバージョン」。 番組の途中ですが、ここで地震の速報をお伝えいたします。先ほど21時31分ごろ、えー、熊本県熊本地方でマグニチュード6.4の地震が発生いたしました。震源の深さは約10キロ、えー、地震の規模はマグニチュード6.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。先ほど21時31分ごろ、 熊本県熊本地方にてマグニチュード6.4の地震が発生しました。震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード6.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。また、震度7、熊本県熊本地方。震度5弱、熊本県麻生。宮城県北部山沿い。震度4、 山口県西部、福岡県福岡、福岡県北九州、佐賀県北部、佐賀県南部、長崎県南西部、長崎県半島、熊本県一部となっております。先ほど21時31分頃、熊本県熊本地方にて、 マグニチュードの地震が発生いたしましま震源の深さは約10キロ地震の規模はマグニチュード6.4と推定されますこの地震による津波の心配はございませんそれでは引き続き「おかわりください」をお楽しみくださいなんだか申し訳ない気分になってきました「おかわりください」とかのんきなことを言ってる感じですが。 結構大きな地震のようでこちらではちょっとあのテレビが見られない状態なので、ねうんうん、ネットでちょっと情報を収集しているところですが、まあ、津波がなくてよかったまずそれだけは。州で起ことで九州で起こると、ね、ああそうですね熊本だと特に阿蘇がちょうどどど真ん中ですからね。 とりあえずあの落ち着いて皆さん行動をお願いいたします。うん、今テレビは全部地震速報してる。<う>なんか思い出しますね。揺れの時間が短いようなのでよかった。ドッカンって揺れた感じなんですかね。なんかねあの阪神大震災は大阪で経験体験したんですけど、うん、やっぱあの独特の揺れ突き上げるようなこう、うん、経験したことのない横揺れでないこう縦揺れっていうのかな。なんか。 あれを一回やってるのでね、たし多少の地震は敏感に感じるんですけど。そ,その端っことかじゃね、めっちゃ揺れたところにいたってことですか。大阪なので震源からちょっと離れてますけど、うもう四だったと思いますその時でも。四。<laughs> 多分ね。あんまり覚えてないけどあ。だんだんニュースが携帯とかに入ってきましたね。あ、そうですか。いやー、とりあえずあのー、ね。 被害にに遭われた方がいませんよう時間も時間でほら下手したらさ夕ご飯の準備とかして家事とかっていうこともありうるので、うんまあ、だから安全確認をそうですね安全確認もするし知り上げたら連絡してそうですね安否を確認東日本大震災の時に結構もう電話とかつながらなかったじゃないですか ツイッターとか活躍しましたね完全にであれきっかけでラインが生まれてるのでそうですよね、うん、ラジオも活躍したんですよね,んすねなんかすね何かさんがラジオの人みたいと思って <laughs>、ね、<laughs> ちょっとかっこいいと思って見てましたけど <laughs> ちゃんとできるんだと思って <laughs> <laughs> そういう判断なんだ <laughs> ああそしてあの速報の前にお送りした曲ですがお待たせしました竹内まりやの「セプテンバーライブバージョン」でございました聞こえましたかねかすかに「よかったら一緒に歌ってください」から始まる衝撃用 <laughs> 劇の一曲まさかラジオでこういうふうに流れるとはっていう流してる方もわからなかったってこと<え>そうそうそう前はねいやいやいやあどうしますお菓子食べます食べます <laughs> じゃあ開けてくださいお菓子食べに来たん <laughs> ああそうなんだ聞いてないと思うから言いますけど若干険悪な吹いてだって,てきましたえ <laughs> 家がマジですかで,でもいろいろ全部やることやってああ申し訳ないなんていうんですか先週マジのマジで水曜日だと思っていてそうそうあのその次の日も俺その日は木曜日だと思って <laughs> 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 しばらく続いてたん でも私この先先週かな先,あ先週だな水曜日にずっとあ今日ラジオだなってずっと思ってそうそう見ましたよ鍵のゴミのやつをだからそれ見た見たのにそれ全く同じことやってるんでしょそう,そうそうなんですよでゴミも出そうとしましたからね違う日にこれ怖いねこれやるね <laughs> 思わずこう気づいて取りに行く時の見られないようにってもう恥ずかしさねそういただきますはいということで今日のお菓子は「うまい」「うまいは」は これが、正、え、毅、ー、さんが先週おすすめのお菓,子ったお菓子を買ってくるという当番になりましたが <laughs> 当番 <laughs> はい、ティッシュ、ティッシュそうです、当番制です先週、ソムチャイルのご飯が美味しすぎて <laughs> <laughs> おかわりしちゃったからお菓子が食べられなかったんで <laughs> おかわりくださいって本気で言いました、私。ね、<laughs> 放送の前に,前に言いました すぐ近くでいやいやいやどうですか。リスカ一緒？会社一緒？ですよねうまい棒と一緒ですよね。うん。うん、これ。<あ>これこれこれ。間違いないわこれ。美味しい。あリスカって茨城なん茨城なんだね。あ本当だ。 んねうん、これあかんやつや止まらんやつや <laughs> お菓子のセンスいいだってう <laughs> いやーでもこっちの方が気になるよねこれもおいしそうも <laughs> そして私が先週気になったお菓子は、うん、ネギ塩マサビーフなんですけどもう一個ね何、うん、ていかなマヨネからしマヨネーズ味のわさビーフみたいな 結構攻めてますね最近二 <laughs> 週に一遍ぐらい新商品が出てる気がする <laughs> ラジオ確かに現物見たことないんですけどたけ、はい、のこの里のチョコしかないやつっていうのが出てるらしいですね<ー>見たことないですけどチョコしかないやつとあの何ですかビスケット部分というかしかないやつみたいな <laughs> あれあらがまさえがさん県民賞のジューシーの時俺インタビューされたけど出てたって 2>, <laughs> <laughs> 2ヶ月後に分かるよ2ヶ月後に <laughs> 沖縄2ヶ月後にそんなに遅れてます<か>だっうん私だってジャーマンケーキの時2ヶ月後ぐらいだったよああそんなんですね、うん、あれも続きますねだいぶ <laughs> ずっとうん わさビーフのねネギ塩味いまいちネギ塩感がないかもはいアッキーさんからもリクエストが来てる火事大丈夫でしたか火 <laughs> 事ね、うん、あそうかなんか前火事 <laughs> そうそうそう、ね、今日も可愛いいなみ姉さんイケメン正規兄ちゃんこんばんは久しぶりにリクエスト曲してもいいかなこれなんて読むんですか <laughs> <laughs> なんか英語の曲と英語の曲が来ててだんだん字が大きくなってます <laughs> M、L M、でもスペルがちゃんと字も大きく出てるので世紀、うん、さんはちゃんと探してくれてますよし場所お待ちください上のやつある何<ん>アンセム,アンセムフューチャリングローレン・レンベネット <laughs> <laughs> なんで棒読みしてるんだろうね私たち <laughs>、えー、マグニチュード6.4で震度7だから直下型地震余震もあるの <laughs> まさか自分たちがさラジオやってる時にこんなことが起こると思わないからちょっと動揺してちまし、ね、<laughs> 微妙に動揺してます、ね、そうそうどうしていいかがわからない よくわかんないかとりあえず早く帰ってテレビみたい感じだけど、ね、そうですねでもちょっと帰ってもちょっともめ,<分>めるんでいや大,大丈夫ですよいろいろことやってきたら <coughs> 急に言うなんて言われて <laughs> いや木曜日だけどあの本当になんかこの曜日の感覚がなくてあ<ー>思い出したり忘れたりするんですよああ<ー>今日帰れたらも忘れててその6時ぐらいには行こうと思って、うん、で,でも子供の相手とかしてると もサックスからつけてミニオンズを見てたそれま。<laughs> <laughs> そりゃひげメガネも来るわな <laughs>。<laughs> ミニオンズを観出してて、うん、ティッシュがなくなった。ぼー,ーっと見てる時に、はい、あれ今日木曜日だ。<laughs> これもあの開けてくださいね。ああ取れずちゃった。<あ><ー>大丈夫。ああ本当に。 そう本当に阿蘇んが原因だったら噴火するかもしれないですね最近噴火がなんちゃらみたいなの多いから桜島も確かありましたもんねん怖<っ>どうしようもないですもんねあんなの爆発したらうん <laughs> 本当にどのようなことが今起こっているのかちょっと怖いような何なのか<え>結局そういうのって映画の中の世界みたいなところがまだあるじゃないですか 地震はまああるとしてもそのボルケーの石ないやつあ<ー> <laughs> どドッカンってアスファルトからまたボーンみたいなうんあんなあるわけないやと思っていても実際噴火したらありえるわけですよねそうですよね、うん、で最近そのゾンビのやつを見てるんですけどまたあの最新のやつが最近終わったんですけどハッ <laughs> キーさんからのメールがもうないそう そう前ね先々週でし確かアッキーさんから実況中継が確かツイキャスで入りましてね火事だよっていうだからおじいちゃんが無事に病院に行って手当てして家に帰ってきてたよってだけど家半分なくなってかわいそうでしたでもねあの命に関わるようなことではなくてよかったですね家はなくなったけど命は助かったということで本当にねあの湿度が今高いですけども また乾燥すると家事も起きやすくなるので気をつけてくださいね。おじいちゃんにもよろしくお伝えください。そうだ湿度って言えばもうなんか梅雨っぽいですね。今年もしかして梅雨早いんですかね。ありますよね。天気も超不安定だから。土砂降りかと思ったら急に風風じゃない。晴れてきたりとか。一応明日まではお天気は持つそうです。うん、ただ週末土曜日がちょっとまあ、曇りで日曜日は もしかしたら弱い雨かもと沖縄はね今あのシーミーの季節ということでう,ん、うん、うちも先週シーミーね雨の中まあ、ザージャジャブリではなかったですけど大変でした、ね、それでも行くんですよねみんな行きますやっぱやっぱすごいですねそうですよブルーシートを貼るところから <laughs> <laughs> 始まるんですよ張るって上に張るってことですそうそううちのね80超える おじさんがね、うんうん、<laughs> 手伝おうとするんですよ。やめてくれっていうね。やっぱ一大イベントですよね。そうですね。沖縄では、ボン。な、宮古島ないので。ですよね。うん、なんかこっち一回もやったことないですね。まあ、なんかいとこの旦那さんが石垣とか宮古の人で、ば、うん、最初すごい楽しかったって言ってました。うん、参加した時にちょっとしたパーティーみたいで。<ん> <laughs> あのやっぱりシーミージョークみたいなの言うんですかみんなないです<笑><笑>あちょっと全然関係ないんですけどこの話してないんでしてもいいですかこの間いとこが結婚したんですよです結婚式を挙げまして、はい、それが初めての,あのうちの親戚の中の国際結婚だったんですねあの中国系のカナダ人中国系カナダ人多分 <laughs> 多分ね だ人だけど見た目は本当に日本人みたいなんですけど日本語あんまり上手じゃなくてでその結婚式でなんかお友達がいろんなところから来てたんですけどねニュージーランドから何族でしたっけ <laughs> なんかえっ、ー、とね墓を披露したの余興で<ー>すごかったのよそれがかっこよかったってやってた <laughs> <laughs> マジでラジオですよラジオ <laughs> そう本当にニュージーランドってアボリジニーですかアボリジニーはオーストラリアですよねあのアメフトラグビーで有名なあれの本物をね見せてくれてやっぱニュージーランドの人はみんなできるんですかいやそういうわけではないし彼自体がそのルーツを持ってるらしくて面白かったですなかなかやっぱりね親戚が 親戚に外国人が来るっていうのはなかなかない経験で、うん、あれは面白かったですねなんかお父さん,さんこっちに住むんですかいやカナダに行くそうですうう部屋いっぱいあるから遊びに来てって言われました <laughs> <laughs> 気軽に言うなとカナダってどうやって行ったいんですか直行便とかあるんですかやっぱトロントぐらいだったら行ける,のかあるでしょうねよくわからないですけどうもうあともうこんな時間になってるこんな時間あらあら じゃあもしや CM 行きましょう <laughs> <laughs> 仕方がない CM お願いします。っ <coughs> <coughs> ていうかさ地震が起きたのにエロラボするから大変だよね。違う地震が起きそうな気がする。エロラボどころじゃないはずだけど。私友達のお姉ちゃんが確か熊本にいたはずな気が。

お嫁さんの実家がある。んですああ。同級生、隣の同級生は。福岡か。首里 <laughs> そばで、首里そばだったんだ、県民賞。<ー>毎日、首里そばの前通るんですよ。うんうん、朝。うん、結構早い時間から、そう、鍛えてる、超いい匂いして。<ー> <laughs> 私、シュリソバが一番好きだな、ね、シュリソバ美味しいですよね。あっちでもどれぐらい前からあります結構もありますよね。十何年以上ありますよね。<年>一時期、大学卒業してかな無職で3ヶ月ぐらいの時たがあって、その時に <coughs> 沖縄のそば屋を行こうって思って。はいそ <laughs> 行きました。<laughs> はい、CM でした。はい、<laughs> 事実をお伝えします。<laughs> ね、あの震度7の地震が熊本であったようですが、ね、どうでしょう。うんうん、あ、でも県民シやってるんですね。さっき出てたのかな、どうなんだろう。ね、どうなんでしょう。でも多分切り替わっちゃったと思うよ。う どううななんでしょうねなん,かなんか気になりますね自信がうん <laughs> ちょっとやっぱ心がざわざわしますね <laughs> あの東日本大震災のとここともあったしねうん、うん、はいあららが正江さんは手裏近辺も攻めてるわけティシラジそばはどうですかね私の友達が大絶賛してましたけどどこですかティシラジそばって手裏中から疑問に向けてちょっと下がったところの左側にある、うん これ前も言ったかもしれないですけど学校基準でなんでみんな言うのかなっていう分かりやすくないですか全然分からないです,マジですか自分が行ってた学校もあんまよく分かってないっていうところがあってでどこどこ小能とか上等小性とか言われても分からないんですよでんかみんなそれを聞いてああって言うんで、うん、本当にみんな伝わってるのかなって不安になるんですけどどこ中<は>みたいな感じの会話ってあるわけですよ <laughs> みんなね ただ私も中部の高校とか言われたら、うん、やっぱ基準でそう言われると自分の知ってる地域ではわからない。なんとなくわかります。場所どこら辺にあるか。うん、かんで適当に返事します。<laughs> どうでもいいどうでもっていうかそんなに重要でないことは適当にあしらいます。うん、そしてそうそうそうこれは大事なことを一つ忘れておりました。こちらここで F.M. 小座からのお知らせです。F.M. 小座緊急告知。 FM コザでは一緒に盛り上げてくれるスタッフを募集しています。放送局を裏から支えたい、ラジオで喋ってみたいという方、私たちと一緒に働きませんか詳細は FM コザホームページを検索するか、お電話にてお問い合わせください。電話番号は934-8653。たくさんの方々のご応募お待ちしています。ということです。お待ちしてます。ね。応募待ってるぜ。FM コザアットホームな いいところですよ、うんあの、ソムチャイもあるしね、近くに美味しいと美味しいものもいっぱいあるし、お菓子も食べれるし、そう、優しいリスナーさんもいっぱいいるし、めっちゃやりたいって、何をこれでしょああ、これ、スタッフでしょ、スタッフ。来たらいいんじゃない沖縄にね夏休みとかに来たらいいよ。あ、絶対いい、それ。夏休みの間だけスタッフしていくっていう。あ<ー> <laughs> あの そこら辺に住み込み込して <laughs> 今ソムチャイはねパートさん募集してますけどね <laughs> 私も近かったら行きたいぐらいなんですけどね残念ながら結構な時間がかかるので週1回楽しみにこっちに来てますが本当に行けそうだったら働いてもいいなと思ってる感じですかうんあの自分でちょっと作れるといいかなとも思っています <laughs> あなるほどでも無理だね多分ねソムチャイは食べ自分でこう お金を払ってわざわざ食べに来てるっていう美味しさもプラスされてるかもしれない。うん、なるほどな。新千歳の家遠いよ。うん、遠い。遠いよ。シ,シあのー、山口には近いけど。<laughs> <laughs> あそこそば結構美味し,かった美味しいかよね。ね山口は行くとあの必ずいるんですよ。知り合いが。あそうなん知り合いっていうかあれがいるんですよ。保育園の知り合い。はい、はい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 。なんとなくこう行きづらい雰囲気。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ清輝さんどこでもいいんかい <laughs> <laughs> あのこっちに寝袋持ってね,ね<え>泊まっても全然問題ない方沖縄で外に寝ても死なないから <laughs> そう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 それでいいと思いますよ、うん、夏だと特にね,ねはいということで今週も 1, 1時間お送りしましたがなんか変な始まり方でしたよね今日ね,ねいろんなことありました、ね、そう結構激しかった、うん ヒゲメガネヒゲメから始まりヒゲの人がそう自信もあり自信があったなねやっぱ気になりますねちょっと急いでお家に帰らないと N H K ですかねやっぱりなんとなく安定な N H K な感じがしますいろんなこうラインとか見てたら首相官邸に危機管理室が設置うん <laughs> 結構なやっぱりあれなんですね火が出てるのかな、うん、でもなんか今最新の情報では震度4みたいですねあ ですよ7ってないですよね、うん、ないって言ったらあれですけど、うん、まあ被害が小さければ小さいほどいいですけどね、うん、小座に泊まろう、小座に泊まってください、夏、お待ちしてます。うん、さあ、また来週、かおりに来れるといいんですけどね、また来週もお聴きください、ひげ眼鏡が来ませんように、じゃんけんぽん